はい、今回も謎解きマップやっていこうと思います。エグゼです。で、今回するマップ、ノットジャンプ。ジャンプできない世界でゴールまで目指すというマップになっております。後ろにも書いてある通り。ジャンプできない。スペースを押してもジャンプしない。しゃがみはできるけど。ビーコン。あそこがゴール。それ以上はない。制作者。ただゴールを目指すのみ。ジャンプなしで。ジャンプなしだから、特に、ね、ジャンプして、やらないとダメみたいなところに何かがあるっていうことはないはず。スタート。スタートしたけど、なんかあんのか。あるわ。どこかで使えそう。ダークウォーク。ダークウォーク。あ、後ろになんかできてる。ここ登れないからってこと。違うのか。ここの段差が登れないからどうするんだっていう話ね。あ、向こうにもある。ダークオーク。ダークオークの板材。板材、どこにある？ダークオークの板材。超ジャンプして。あ？あ。ああ、なるほど。この辺に押しても反応しない。こうね。斧。歪んだ板材。あの青いやつのことかな。ここはもう特にないのか。シュルカーで上に上がって、ボタン。オーケー。これは鉄扉いるようかな。あ、下に何かある。ケーキ。え、ケーキ？ケーキだけ？あ、なんか下にある。でも何も見えない。あ、青いのは見えるけど。何もないかな。ダークオークの板材ってなんだ？んなのないな。また使わないのか。普通のボタン。頭皮。あれ？これじゃねえ。あ、これだ。入れない。あ、ここか。樽。樽。なんもない。よし。あ？戻れってことか。はしご。磨かれた安山岩。こっちはない。おう、家の中。本来はジャンプして確かめたいところだけど、ジャンプできないから。穴。穴。え？何？なんか起きた。あ、これスイッチあるじゃん。何が起きたの？はい。花を集めて花を揃えよう。花。ええー。第何？あ。向こうが見えるようになったの？どうなの？本当に？なんかヒント的なものが出たのかな？ジャンプして。
ジャンプして、まあ、花集めろって書いてあるから、花集めるしかないか。よし。お風呂。と思ったけど、違った。何？濡れてる？濡れてる？別にないよね、下に。下にない。これは、あんま起きない。あ、なんかある。動かすな。パワーストーン。あれ？ああ、なるほど。どこに入ってたっけ？上か。ギリギリからやれば取れんじゃね？あれ。そんなことでもないのか。うまくできてんな。他行こう。あ、ここまで。あんな？立つしかないよ。こういうとこになんか隠してやったりしない？あ、なんかある。なんかあるけど届かない。あ、そういえば、はしご持ってた。磨かれた安山岩っていうのは、これじゃないよな、どう考えても。磨かれた安山岩がどっかに、あったわ。あったわ、こんなところに。いった。あ、あ、いった。あ、感圧もあった。地鉱石。なんか必要な道具があるっぽい。今のままじゃどうしようもない。もう少し探索しよう。れ？こんなとこにあったっけ？台。いや、なかった。なんかスイッチを押したときに出た。ってこと。でも、だからって。ああ、だからって言われても特になんもない。こっちになんかあるけど。いやー、なんもねえ。忘れてたりするのかな。さっきなかったってこんなの。なかったよ、絶対。見たもん。スイッチをしたことで、また新たなアイテムが出現したのかな？あった。イザーローズ。パワーストーンのレプリカ。これで、あれか。取れるのか。いいね、サクサク進み始めた感じに進み始めた。パワーストーンをどうするか。シンクの、あ、あったわ。絵画の裏か。絵画の裏ね。あ、ボタン。黄、赤、白、青、黒。黄、赤、白、青、黒。で、あと赤と青か。
赤と青の花がど、あ？定期的に乗ってる。腕を生きる。赤。で、あと青の花か。すげえよくできてる。青の花は多分ここだと思うんだけど。なんか、できんのか？さっきの一箇所だけ濡れてるところは何か意味してんの？おって、入れた。あ、なるほど。跳ねるのか。跳ねて。跳ねて、真ん中の水の場所へ引き込めばよろしい。なるほど。なんもない。騙された。あ、橋があるじゃん、よく見たら。橋、あ、そりゃそうだわ。いやー、あ、シフトで落ちるんだっけ、あれは。シフトだっけ？いや、落ちるね。なるほど。わかった。だからここにこれがあんのか。パワーノブーツか。全然サバイバルやってないからわかんな。革のブーツだと沈まないのね。勉強になります。全然知らない。本当だ、沈まね。全然知らんかった。で、これか。よし。こんな基本的なことが全然わかんなかった。で、黄、赤、白、青。ハートがたくさん出てる。羽が鳴ってる。羽鳴ってるけど。入り口。あ、なんか出てる。なんて書いてあんの？終わりのボタン。あ、もしかしてもうゴール？もうゴール？やっとゴール？あ、コングラチュレーション、クリアだ。思いのほか近かった。てっきりもうちょっとあると思ったけど。ノットジャンプをプレイしてもらいありがとうございます。作戦には3日かけて作りました。いや、ジャンプできないマップ。意外に面白いね。ちょっとジャンプできないくらいイライラするけど。でも限られた範囲で考えるから、謎解きは楽だったかな。まあ、粉雪で詰まったけど。はい。ノットジャンプでした。ありがとうございました。